本日の仙台港、今日はね結構人がいるようですよ。撮影の方していきたいと思います。はい、いつもご視聴の方ありがとうございます。あっぱれ釣り部仲間です。3週間ぶりのね仙台港、 NX パーク仙台港ですね。3週間ぶりになります。というのもね、ちょっと私の方のねちょっと事情により2週間ほど休ませていただきます。またね3週間ぶりにねここ NX パーク仙台港にやってまいりました。どのようなね釣果になるかお楽しみくださいませ。それからねちょっと休んでしまいましたんでね、本当にあれ今週は来てなかったんですかとかねいうコメントとかもね結構入ってまして、本当にね大変申し訳ございませんでした。これから また続けてまいりますんで、一つねご視聴の方よろしくお願いします。はい、本日のトップバッター、かわいいボラでございます。あ、綺麗だね。でもねボラもね、そろそろね油乗ってるくる頃でしょうね。まあ、目の周りにもねボラはよく油乗りますんでね。はい、本日のトップバッターボラから入りました。ありがとうございます。はい、今ねボラをあげたアングラさんはあっぱれ釣り部、ね、我がクラブのステッカーをね貼って頑張っておられております。はい、引き続きじゃあ頑張ってもらいましょう。はい、こちらのアングラさん見てください。これスーパーハゼが釣れてますね。いや、でかいなこれスーパーハゼですよ。本当に23尺というようなねサイズでございます。わあ、こういうのね今年自分も釣りたかったなと思いますけどね。本当に羨ましいです。はい、じゃあ引き続き頑張られてください。はい、こちらのアングラーさん、お、サッパイワシ、あと何ですかこれね、このちっちゃい物体はカニでございました。カニちゃんがね釣れております。サビキですよね。そうです、サビキです。サビキで今日は釣られたということでね。はい、じゃあ引き続き美味しそうなのばっかり釣ってますよ。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。はい、これはなんか出汁になるんでしょうかね。一匹はもう完全にお縄になっておりますけどもね、と二匹はちょっとまだ自由の身ということでね、これは何かの出汁になるんでしょうね。はい、仙台港でカニも上がってますよ。はい、こちらのアングラーさんはサッパとこの野郎じゃなくてこの城ですね、これね。はい、が釣れてますね。今日は天気が良くてね結構いい日だと思いますけれど、はい、ありがとうございます。はい、じゃじゃんと来ました。この2匹のお魚はクロダイのねちょっと可愛いサイズのクロダイで、あ、下にハゼが1匹いますね。まあ、カイズっていうんですかね。まあそこそこ、まあ、塩振り焼きとかでもね食べれるサイズになりましたね。はい、おめでとうございます。はい、こちらのアングラーさんはクロダイ、ハゼ、シャコエビ、あとなんかいるかな、またね、あ、なんかもう1種類ぐらいいるのかな。これ結構大量でございます。はい、素晴らしいチョコですね。はい、引き続きねじゃあもうちょっと大きいのをね狙っていただきましょう。はい、ありがとうございます。はい、午後のね2時半過ぎましたけれど、まあ結構西日がね眩しくなってまいりました。だいぶねお天道様も西に傾くようになってきました。でもまだこの通りねご家族連れやらねベテランアングラーさん結構いらしてます。はい、仙台港におっとっとっとワンちゃんがね来ておりますよ。かわいいですね。これ何色っつうのかな、これな、モカ色じゃない。ああ、チョコタンね。チョコタン、うん。名前はチョコタンじゃなくて。ロビンです。あ、ロビンちゃん。ロビンちゃん。あ、分かったな。すごいアップで映ったよ今。はい、こちらのねワンちゃんの方。はいはいはい、こちらもね映しちゃって。あら、かわいいチワワちゃんがね2匹で来られております。じゃあ、はい、ゆっくり遊んでてください。ありがとうございます。
はい、本日の NX 仙台港パーク、今日この通り取材してまいりましたけどね、まあ超過の方はあまりね大量という方はいらっしゃいませんでしたけれどもね、なんて言いましょうかね、まあポツリポツリですか、あと派手の大きいのとかね、今日結構釣れてましたね。あと2週間ほど休んでるうちにやっぱり皆さんにちょっと声かけられまして、どうしたんですかみたいなねこともやっぱり言われました。でまたまたねこれからも続けてまいりますんで、一つねご視聴の方よろしくお願いします。それからねこのうちの熊五郎チャンネルのね三種の神器、まず一つ目ね、チャンネル登録一つねよろしくお願いします。二つ目はねグッドボタンですよ、グッドボタン。で三つ目は心温まるコメントなどね入れてもらえれば嬉しいかなと思います。それではね、本日の取材は終わりにしたいと思います。どうもご視聴の方ありがとうございました。